どうもこんにちは。先日公開しました国サバタ第2第3隧道の動画の中で、この航空写真の中で今はもう残っていない開削されてしまったトンネルが2本あるけど分かりますかっていうふうなね、謎かけをしました。そのうちの1本が実はこちらにありました。もう一度その航空写真をお見せしましょう。これは国土地理院が1981年6月、つまり約40年前に撮影したものです。場所的には市原市国サバタや平蔵の周辺になります。この付近の今の様子をご存知の方にはトンネルだらけの場所というイメージは皆無だと思います。ですがここもかつては房総にしばしば見られるトンネル過密地帯だったようです。そしてこの写真の中にはっきりとわかるものだけで6本のトンネルがあります。先日の動画でご紹介したトンネルはこちらの4本。なお参考までにそれらとは別にこの写真では極めてわかりにくいのですが、あと2本、小さなトンネルがあります。また水路トンネルも何本かありますが、とりあえずそれらは今回のお話とは別のものです。なおこれらのトンネルのうち国サバタ第2隧道第3隧道は線形改良によって廃止、そして仮の名前ですが国サバタ第4隧道は開削されて現存しません。さあこの写真の中にはっきりとわかるトンネルがあと2本あります。皆さん見つかりましたか？見つからない方、動画を一時停止してゆっくり探してみてください。こちらのこの山とそちらの山ね、昔はつながってたんですね。でここにポッてトンネルがあったんですよ。もう一回航空写真見直してみてください。はっきりと写ってます。さあ答え合わせです。場所はここでした。外れたと思われた方、それはもう一本の方だと思います。そちらはまた今度近日中にご紹介しますので、どうかそれまでネタバレしないようにお願いします。ではもう少し拡大してみましょう。どうでしょう、構図がちょっと微妙なのはオリジナルの航空写真の隅の方だからです。どうかご容赦ください。ここも典型的な川回しですね。川回しは蛇行した川の流れをショートカットして残されたもともと川だった場所を農地などに転用する土木技法です。赤紫の箇所も今は荒れ地となっていますが、当時は農地として活用されていたようです。道路トンネルはこんな感じなくなっちゃったんですが、実はねこちら側に水路トンネルが残っています。ここもねそのうち入ってみたいなとは思っているんですけど、今日はいや入らないでおきますということでした。国サバタ第2第3隧道の動画ね、まだ見てらっしゃらない方はぜひ見てください。よろしくお願いしますということでした。それでは最後におまけなのですが、この付近歴代の地形図の表記が変なことになっています。とりあえず見ていただきましょう。おなじみコンジャグマップさんを利用させていただきます。まずこちらは明治39年発行の地形図。今回のトンネルはこれです。先ほど説明した場所と同じようですね。ところが昭和22年発行の地形図ではこうなります。場所がちょっと変わりましたよね。単純な誤差というわけではなく、尾根が張り出してくる方向も違っていますよね。一体どういうことなのでしょう。正直よくわかりません。それから近くの水路トンネルの場所にも注目しておいてください。次に行きますよ。こちらは1982年発行の地形図です。トンネルの位置が明治の地形図のところに戻りました。また水路トンネルとの位置関係も変わっています。ですがこれは先ほどの航空写真と同じで、水路トンネルも現地で見下ろしたものです。なので正確なものとしか思えません。となると昭和22年の地形図の記載はどういうことなのでしょう。実は国サバタ地区には昔から夜になるとトンネルがなんてお話が語り継がれてはいません。ってくだらないことを言ってしまいました。どうもすいません。それはさておき、歴代地形図の間にちょっとした謎がありますよというお話でした。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。